よしよし。よいしょっと。よいしょ。入りました。コックピットに。慣れねえ、まだここ。よし。ザーン、帰ってきました。よいしょ。よいしょ。よし、今日はですね、ナスのおひたしと筑前煮、このね2つとりあえず食べてから焼きそば食べようかなと思って、だからこの2つとりあえずつまんで焼きそば食べます。それでね、楽しんでいこうかなって思います。今日もねビールいっちゃいますからね、ドカーン、イエー、今日はサントリー生ビールトリプル生でいきます。よし、お、うまそうだしね。よいしょ、これちょっとつまんで、僕のスタイルはつまんでからビールなんで、つまんでナス食べよう、ナス、はい、うん、じゃあみんな行ってくるよ。うまかー、めっちゃくちゃうまい。こんなの食べなかったんだけどね、俺昔。この筑前煮とか、うん、酒飲みになってからだね、うん、食べだしたの。本当俺ほら牛丼とか今日食う焼きそばとかハンバーグとかお肉、生姜焼きとかさ、定食の方が好きなんだけどさ、酒飲みになっちゃったらこういうのが好きになっちゃってさ、不思議だよ。大丈夫かこれ、大丈夫ですか。足の爪がベリっていって、今ベリッベリッて、もう足の爪全部死んでんだから俺、あ、剥がれて、足の爪が剥がれてる、あや、やべべ、いてて、足の爪が剥がれた、やべやべ、ああ、足の爪、やべ、こう足の爪あるじゃん、こう足の爪ついてるじゃん、今そこに引っ掛けちゃった、足の爪がビローンって。
ビヨーンってなってる。うわぁ、あーどうしようこれ。ちょっと待って、大変だ大変、やばいやばい、どうするんだこれ、やべえ、あー入ってて、詰めかんねえ、あー詰めがねえ俺の、やべやべ、爪がね、やべだ、どうすればいいのこれ、トラブル発生だと、爪がね、爪なくていいのかな、爪ってなくていいのねえ、よし、爪ってなくていいの、完全ないんだけど、このポジションだとトラブル発生だよ、もういろいろびっくり、でもよしっていうことで、俺の爪がなくなっちゃったっていうことでお祝いで、はい、ホッピーのもうホッピーね、爪がないもん、なくなっちゃったよ全部、最悪だよもう、よし飛びましょう、キミヤキミヤキミヤー、よし、よし、わあ踏んだ、さあ俺足の爪ないじゃん、ないじゃん、見せないんだけど、サンダル履いてると恥ずかしい、うん、ふう、だからさ、足爪コンプレックスがすごい強いから、おっさんなんだけど俺足爪コンプレックスだから、あの女性でさ、足の爪にさちゃんとさマニキュアしている人いるじゃん、そういうの見るとうわーって、うわーって思うよ、なんかもしくは何もしてなくても爪が綺麗な人だと思う、うわーって思う、うん、俺がもうほんとボロボロだからさ、もう真っ黒だし、真っ黒っていうかもうないんだよ爪が、うん、かわいそうなんだよ、だからある人見ると羨ましい、うん、こんだけ走ってんだろうね、うん、あんまもう自覚ないんだけど、大食いですか？大食いじゃないな。うん。決して大食いじゃないよ俺は。うん。大酒飲みでもないな。比べると。すごい酒飲む人と比べるとそこまで大酒飲みでもないし大食いでもないから中途半端な動画なんですよね。走る方だとは思うよ。意味もなくたくさん走る方だと思うんだけど、大食いじゃないな、大食いの人すごいよねみんなね、うん、俺そんな大食いじゃないもんな、朝食ってるのも走るためのエネルギーだから、あれがね3号とか食えたらいいけど2号ももう食えないもん俺、2号は前は食えた、でも今食えない2号、うん、ムカムカしちゃって胃が胃薬必要だから、
前は食えたよ2合。これは明日の朝食べようかな。じゃあで焼きそば作ってくる。量あるね、マイバスケットのこのおつまみ。スーパーと違う。あっしゃドカーン、やらかした、すげえいっぱいになっちゃった焼きそば。うわうわ、爆盛り、爆盛りなの、爆盛りでもねえか、2人前かね、え2回で持ってきたからね。よいしょ、行こう。よいしょ。焼きそばってたまに食いたくなるんだ俺。で販売してるやつ食うかなと思って、販売しているやつはなんか魅力的に感じないんで俺。なんかまるちゃんが好き。はい、レモンがなくなっちゃった。よし、じゃあいただきます。焼きそば食います。うまそう。うん。作ると離さないで食っちゃう、ガツガツね。こんだけ食べたり食ったりして健康診断してもうプラスマイナス出るぐらい去年とね。レース前に測ったらもうちょっと痩せるかもしれないけど、通常はあんまり変わらない、うん、あんまり変わらないね。体動かしてるからかなやっぱりね。太らなくていいですねたまにコメントくんだけど、いや太るから楽勝で超デブデブになるよね。体動かしてるからだよ、ギリにならないの。でもぽっちゃり系でしょ、でぽっちゃり系じゃない、じゃないじゃない、ギリギリギリ大丈夫、ぽっちゃりおじさんでしょ俺。ぽっちゃりおじさんいいじゃん、ぽっちゃりかわいいじゃん、ぽっちゃりおじさん、そのぽっちゃりおじさんでいいよ、うん、焼きそば作りたい、3玉いけない、2玉いける、
ごちそうさまでした。また明日もね、頑張って走ります。ぽっちゃりおじさんのランニング生活とかちゅっぽっちゃりぽっちゃりだから、ということでまた明日頑張るよ。チャオ、アイスです。